俺が教えたレストランだけあるよ。いやいやいや、すごいよね。申し訳ない。君がとないよ。申し訳ない。君を教えた、育てた俺がすごいって言ってんだけど、その辺どうですか。褒めていただいてたのに申し訳ございません。そんなに褒めていただいたのに途中で割って入ってしまって本当に申し訳ございませんでした。本当だよ、トランキーロだよ。焦んなって、10年前から言ってるでしょ。でもなじさん、俺がデビューした直後に言ったじゃないですか。忘れたんですか。忘れてない。デビューしたらヒロム君の自己プロデュース次第だからね。だから俺はデビューした後は何も見ないからねって言ったじゃないですか。ごめん、見ちゃった。ということは夢中になって見ちゃった。ということは、デビュー前、確かにお世話になりました。内藤さんなしで俺はデビューできなかった。間違いなくそれは言えますよ。だろうね。言えますけど、その後のこの活躍、このアピール、この仕草、すべてが俺の自己プロデュースの賜物じゃないでしょうか。だろうね。そうでしょうね。そうだと思うよ。そうでしょう。だからその内藤さんに、今日1個、覚えてますか。一夜明け会見、会長に内藤哲也勝ったら、東京ドームの挑戦権利賞くれと、言ったらしいじゃん。会長からノーアンサー。ノーアンサー。つまりするか、会長は何も求めていない。菅橋会長、本当に申し訳ございませんでした。勝手な行動して本当に申し訳ございませんでした。でも、すいませんでした。でもですよ。でもですよ。何だこの手は。内藤って書いてあるの。ダメージ与えてるんですよ、こうやって。明日は響くわ。でもですよ、ちゃんと真剣に聞いてください。真面目な話なんだよ。真面目に聞いてるよ。頼むよ。だから、ヒロムちゃん、考えました。そしてヒロムちゃん、大人になりました。内藤さん、いいよ。3月3日、あなたに勝った場合、次期挑戦者で勘弁してあげますよ。その代わり、内藤さん、あなたが俺に挑戦表明してください。こんなもんはいいじゃないですか。挑戦してこいっていうことを俺が言えばいいのかな。もちろんですよ。ていうか、もう次の挑戦者の高橋君だと、そう言ってくれればいいですよ。3月3日あなたに勝てば、このベルトを差し上げる、インターコンチネンタルと IWGP ヘビー、どっちもあげるよと。ただそんなの会社が認めるわけがない。ヒロムちゃん、その辺頭いいんで分かります。あなたが口で言ったことはこの会社何も実現しない。でも正解、このヒロムちゃんは実現したということは、あなたもなかなかいい権限を持ったんじゃないでしょうか。今回の大阪城で持ったんですよ、きっと。持ったかな。だから俺が内藤さん、あなたを倒した場合、指名するぐらいは簡単じゃないですか。簡単だよ。あなたに2回勝たなきゃいけないんですよ、僕は。この2つのベルトを取るのに2回もあなたに勝たない、これは大変なこと。1回勝っただけで俺はあげるって言ったけど、会社が認めないからもう1回やります。だってってことだよね。だってそうじゃないですか。そうだろうね。結局くれないんですよ、俺に。残念ながら俺の言うことは通んないから。結局くれないんだったら返上しろなんて言わないです、そんなつまんないこと言わない、ただ次正式に俺に挑戦表明してくださいよ。俺が指名するよ。それぐらいは簡単じゃないですか。簡単だね。指名するよ。じゃあ逆に俺から質問いいかな、一つ。受け付けない。なんで。さらばなんでよ。俺ばっかリスクが負ってるような気がするのは気のせいかな。高橋ロム、別に高橋ロムのチャレンジマッチじゃないんだろ。ヒロムはチャレンジマッチのつもりで俺とシングルマッチやるわけじゃないんだろ。ヒロムは負けたらどうすんのかな。ヒロムちゃん、考えてるかな。自分が負けたら、いや、この俺との試合に君は何をかけるんですか。俺に何もかかってないだと、リスクを背負ってないだと。元はといえばこの話、あんたが俺のことを試合後に呼んだんだろうが、その俺に何かをかけてほしいとは、内藤哲也も落ちたものですね。あなたから振った話じゃないですか。そしてあなたは何かスリースクを背負ったと言うんでしょうか。俺は3月3日あなたに勝った場合、あなた自身が俺のことを次期挑戦者に指名しろと、そう言っただけです。あなた何かリスクを背負ってますか。これは当たり前の話じゃないですか。
ただただ当たり前、当たり前の話。内藤哲也、あなたは何のリスクも背負ってない。3月3日、大田区。俺はジュニアの意地、プライド、全てをかけて内藤哲也、真剣にお前のことを倒しに行く。その先に見えてるのは二冠王、そしてゴールデンタイムだ。内藤哲也、覚悟してこの俺と戦え。全力で楽しめ。全力で俺を倒しに来い。楽しみにしてるぞ。俺は IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンの高橋ひろむだ。正直何でもよかったんだけどさ、答えはさ、彼がなんて答えるかなって。ほら、リング上でも彼にちょっかい出すとさ、俺の予想以上の答えが返ってくるんだよ。いつもそうなんだよ。だからワクワクしてさ、またちょっかい出したくなっちゃうんだよね。まあ今回の答えは普通だったかな。まあでも別に何もかける必要はないよ。お互いの意地とプライド、そしてここまで培ってきたものを全てリング上でかければいいんじゃないの。そういうヒロムと大田区のリングで戦えるの、俺はずっと1年2年、いや初めて会った時、初めて声をかけた10年前からその思いはずっと抱いてたからね。やっとこの時が来たよ。3月3日大田区体育館、大田区総合体育館。ヒロム、今まで培ってきたもの全て、そしてお前のジュニアヘビー級選手であるプライド、全てかけて俺のところに挑んでこいよ。しっかり受け止めてやるぜ。